じゃあ今度はバラさんぜ。まあまあでかいんちゃうこれ。やば、全然上がってこん、マジで。もうめっちゃでかいわ。今日一人じゃなくてゲスト来てるんですよ。すいません、あ、どうぞやってもらったら。ちょっとあの御堂筋でナンパした初心者釣りガールです。はい、じゃあ前回に引き続き、ちょっと今撮影してるんでちょっと黙ってもらっていいですか。すいません、ちょっと枝つってる場合ちゃうんで。今日使うのがこれね、ケイテックのダイブインパクト31シルバーシャット、銀トラ。銀トラってネーミングセンス抜群やろ。誰がつけたんかな、林さんで。このね、あのダイブインパクト浮くんすよ。なんであのダウンショットでした時にこう平行姿勢でシェイクができるからめちゃめちゃ釣れます。これマジで超おすすめ。ティップを使って糸をピン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 ってやるような感じでシェイクします。でゆっくり巻いてくる。そしたらバイトがあったらグーって雑巾みたいな感じで重たくなるんで、そしたらフッキング、もう超簡単。おりゃ、今使ってるロッドがポイズンアドレナの 26.ULM。これティップが UL でバットが M なんで、ミドストとかネコリグとかダウンショットとかめちゃめちゃやりやすいっす。街ブラデートとかさ、うん、するやん普通デートとかって、うんうん、なんかこういうアウトドア好きのなんか彼氏とかってどうなん、うん、え、めっちゃいいやん。めっちゃいい。そうなん、うん、なんでアウトドアめっちゃ好き。じゃあ釣りしてる男はモテる？それはちょっと分からんけど。いやいや今めっちゃ回ったやん。まあでもいいんじゃないの、趣味があるっていうのは。あ、確かにね、うん、でもこうやってほら楽しめたらいいじゃん、うん、きっと楽しい。女の子にさ、うん、あのなんか休みの日何してたんですかって言ったら、釣りとか言ったら、うん、え、釣った魚どうするんですか、食べるんですかって言われるねんけど。あー、わかるそれ。ほぼほぼ100言われる。私もだってこうやって行ってきたって言ったら、うん、え、何釣れた、なんか釣れた、なんか食べる魚って言われる。女子でも言われる。女子よ。女子マジ食欲半端ないよな女子。そうやで、なんかこういうのせえへん子からしたら、うん、なんかえ、バスだって釣るだけよって言われた。ああ、そうやな、うん、で食べないのに、うん、なんで釣るんですかとかめっちゃ言われるもん。うりゃ、いやめっちゃ飛んだやん。え、通天閣ぐらいまで飛んだで。
おお釣れた。全然わからんかったバイト。え？ああそんな大きないな。うー。ひくひく、あー抜けた。あーじゃあ。やばい釣り方しとる。二刀流。二刀流。私にしかできないんだ。やばいなこれ。やばいやつおる。何が何かちょっとよくわからない。誰やもんな、なんか、うん、俺がさっきバラしてさ、うん、ちょっとスイッチ入ったんな。うん、ツンツンの方が釣れるかなって。うん、さっきまでね、ずっとあのジャッカルのデラック投げてて。そう、巻いてたんです。そろそろちょっと返してもらっていいですか。え？返してもらっていいですか。うん、しゃあないな。あ、すいません。すいませんね。しゃあないな。来た来た来た。よっしゃよっしゃ。今度はバラさんぜ。来た。ぐりぐり。今度はバラさねえよ。まあまあ重い。マジでこれでバレたら泣く。まあまあでかいんちゃうこれ。ねえ。やっほー、めっちゃ走るやん。マジやばすぎる。おお、めっちゃ引くやん。もうめっちゃ引くねんけど、ほんまに。上がってきて、頼む。浅い方行かないで。やば。全然上がってこん、マジで。やば。やば。めっちゃ重い。やっぱ。これ新記録？もうすぐそこや。おお、また。やばい。おでっけ。
でかくない？頼む、取りたい。寄ってきてくれ。もう弱ったやろ。あ、バスやな。おお、でっか。まあ、めっちゃでかいわ。うん。ほら。おお、でっか。頼む。よっしゃ。でっけーやっば、見て、見てこれ、でっか。50いったんちゃうこれ。やっば、でっか、しっかりワーゴフキング。52。うお、やば、マジ怪物。どーん。ありがとう、ほんまありがとう。バイバイ。マジさ、最高すぎるって。女の子とエッチするより。ごめんね、先釣っちゃって。悔しい。めちゃめちゃ負けず嫌い発動してますやん。釣りたい。なんで。いや、ねえ。いいな。いや、でもマジ新記録やったな。うん、52。でかすぎてビビった。でも全然上がってけへんかったもんな。うん、長かったね、なんかねえ。そこで跳ねた時ビビったもんな。なあ、ビビったよな。太鼓もやべえし。でかってなった。いや、嬉しいわ。今年一。いや、まあ、今年一。まあ、今年まだ始まったばっかりやけどね。そうやろ。うん、もうすでに今年一。うん、もう満足やもん。でも今年は釣り込んねんやな。え？え？うっせやん。え、もう釣りあかんの俺。もう釣り納め。もう釣り納め？釣り納め。あと1時間あるんで。そうですね。うん、ハルピョン。諦めないよ。そうそう。諦めない気持ちが大事。でも、うん、まあついてるワームも一緒なんで。うん、もうシェイクしとったら、うん、多分もうグーって。そのうち来る。うん、なんか雑巾みたいな重みあるから。うん、うん、分かった、うん。雑巾を釣る気持ちで頑張るね。なんか雑巾みたいなあの重みがあるから、うん、うん。そしたら、うん、グンって合わせたら。分かった。うん。フッキングね。うん。フッキングは大丈夫、多分上手。ああ、なるほど。一回しかしたことないけど。ポジティブー。出して。残り1時間でハルピョン釣れるんでしょうか。交互期待。